これだねっていうわけじゃないけど、すごいわぴったりだなって思った宝石がいろいろあって、スイちゃんだとタンズナイトっていう石が宝石があるんだけど、怪原石って呼ばれる感じのタンズナイトっていう石があるんだけど、それがね、誇り高き人、神秘、好奇、冷静、知性、希望の石言葉があって、すごいこれっぽいなって思ったのが、夕暮れから夜に変わる夜空の色合いに似ていたことから、タンザニアの夜を意味するタンザナイトと名付けられました。見る角度や光によって深いブルーや紫の色合いを見せるタンザニアは多色性を持つ宝石として有名ですと。で、これがね、タンザナイトが何だったっけな、なんかね、スイちゃんのやつがなかなかその最初はなんか希少価値が高く、なんだっけ、なんか後々すごい希少価値、なんか輝いたみたいな、なんかそういうのがあって、なんか歴史がみたいなのがあって、それめっちゃ素敵やんってなったの。そうで、ソラちゃんはサファイアかなって思って、慈愛、誠実、真理、友情とか、サファイアは誠実とか普遍、特防、慈愛、忠実などがありますと。一途な気持ちを貫いて平和を望むという思いが込められてるため、エンゲージリングとかにもよく使われますと。そう、なんかそういうやつ、意志の強さとか献身な心とか、なんかそういうのも素敵やんってなって、やっぱ青だし、そう、あとね、パープルサファイアがロボコさんっぽいなと思ったんだっけ、ミコ。誰にとっても良き理解者となる存在であり、決して誰も傷つけないと。そう、似合うなって思ってみたりとか、なんだっけな、アズちゃんのやつ、ミコどれにしたんだ。アズちゃん、あ、そう、サファイアはね、大地を支える石っていう意味もあるんだって。なんかそれもさ、ソラちゃんっぽいなみたいな、大地を支える。そう、なんかピンクトルマリンってやつとローズクロサイトってやつをスクショしてんだけど、ミクはどっちだと思ったんだろう。なんか赤いやつなんだよね、なんかピンクっぽい感じの石なの。あとね、スマちゃんにもなんか送ったんだよな、スマちゃんとミオちゃんにもなんか送ってて、LINE で怒ったんだよな。あ、これだ、ミオちゃんってエメダルドのような人だね書いてあるミオちゃんってエメダルドのような人だねって。癒しのハートに呼応しており、周囲に対し安らぎを与え、信頼に対しても献身的に応えようとしますと。また賢明で明快な知性も持ち合わせて、的確な指示を出すことや人を立てながらも自身のやるべきことをなすのが得意ですと。あなたが歩いた後には花が咲き、知らず知らずのうちに多くの支持者が列をなすはずです。めっちゃ素敵やん、この石言葉ってさ、すごい魅力にあふれてるなと思った。よいしょ、エメラルド、なんか似合うなって思って
そう、なんかいっぱい書いてあるんだよね、そういうのが。で、もうスマちゃんのめっちゃ似合うなと思ったのがイエローサファイアっていうので、イエローサファイアは映画スパーマン、スーパーマンのように二面性を感じさせるスピリットを持っていますと。うん、自身の超越した知能とそれに従えられるだけ素晴らしい身体能力を保持しながらも周囲に、なんていうの、誇りに示すってなんて書くの、誇りに示すって。しないことから生まれているものですと。豊かな理解力とユーモアを引き連れ、日の光を差し込んでいくかのようですと。ふふ。誇示するか。スーパーマン。猫、スマちゃんってヒーローみたいな人だなと思うかな。なんかすごい合ってるなって思った。うん。ね。太陽少女じゃん。そう。だからみんなも石言葉で猫に似合う石探してね。うん。なんか素敵でしょ？なんか宝石ってそういう意味があるんだって、石言葉って素敵だなーって。猫花言葉とかもすごい好きで。なんかそういう意味でも、そのフラワーラプソディの、あの後ろにあるお花いっぱいさ、その、金水でさ、お花が咲いてるじゃん。それも、なんだろう。このお花がいいな、みたいな。花言葉とか見つつ、このお花素敵だな、みたいな。お花をたくさん入れてもらってるんだよ、実は。それも調べて、このお花、このお花入れたいな、みたいな。そう。あと、猫、菜の花好きだから、菜の花も入れたりとか、みたいな。そういう感じでね、作ってもらったりしてたんだ。そうなんです。乙女でしょ、そうでしょー。ミクチはピンクトパーズみたいな人だね。なんだっけな、スバちゃんはね、スバちゃんはピンクオパールみたいな人だねって送っててくれてわ。ピンクオパールは、人に愛されること、注目を集めることへの恐れを取り払ってくれました。自分からも力むことなく人に働きか、そんな自分を楽しめるようになります。赤ちゃんは自分自身を中心に世界を見ているため、自分の欲求を判断を下すことなく表現しますが、ピンクオパールには状況を把握した上で、そんな赤ちゃんの頃のピュアな感覚を思い出させてくれる効果があります。赤ちゃんってワードがあったからだろとか思ったけどね。ね、え、おもろいでしょ、石言葉。みんなもさ、みんなも見る、見てね。ね。感触一致で草。ほんと？でも、ミクすごいね、素敵なやつだなと思ったやつがあって、マライア・ガーネットっていう石なんだけど、なのかな、マライアガーネット。マライアガーネットってやつがあって。マライアガーネットっていうのが、マライアガーネットは欲しいものを決して諦めない石です。
その理由は至って単純です。動機が何より純粋で、それこそが自分にふさわしいものだと確信しているからです。それゆえ、諦めるという選択肢に手を伸ばしたりはしないのです。堂々と誇らしくその望みを自分より上に置くこともありませんと。この石は深い愛情と忍耐力を持ち、合わせて非常に思慮深い賢明な存在でもありますと。なんかこの言葉がめっちゃ素敵な言葉だなと思って、なんかいいな、ミコマライア・ガーネットみたいな人になりたいと思ったこれめっちゃいいでしょ。諦めない心にの石だなと思って、マライア・ガーネットのなんか石いつかゲットしてみたいなと思ったね。素敵やん。そう、しかもちょっとピンクっぽいね。ピンクっぽいね。あの、石なの。それがいいなと思って。ね。なんか自分の誕生日とかさ、それこそなんか、どっかのタイミングでさ、自分にさ、買ってみたいなーって思った。